皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は DAW の話をさせていただこうかなと思っております。まあ、卓録とかで使うデジタルオーディオワークステーション DAW ってやつでございますね。まあ、最近たまたまだと思うんですけど、私の周りで初心者の方からその DAW 関連の質問、なんかこれって買った方がいいですかとか、これって必要ですかみたいな、なんかそんな質問いただくことがすごく多くてですね。で、まあ、こういったらあれなんですけどね、結構その内容がそんなことも知らないのってわけじゃないですけどね。そこでつまずくんだわーみたいな感じの、結構驚くことが多かったりとかするんですけども、でも考えてみたらね、結構そういうとこでつまずいてる人すごく多いんじゃないかなと思ったので、この動画の中では結構初歩的なところ、このかいつまんでお話をさせていただこうかなと思っております。まあ、例えばその DTM ってなんだとかね、そもそも DAW ってなんやねんとか、もうオーディオインターフェースって何なんだよとか、コンデンサマイクって本当に買わなきゃダメなのみたいな感じで、結構そういうね、ここ2年3年ですごもり需要ってわけじゃないですけどね、結構すでに興味を持って調べたりとかして買おうと思って導入しようと思ったんだけども、調べてみても、まあいろいろこう記事は出てくるんだけども、なんかこんぐらい知ってるでしょみたいな感じで、この前提知識ありきで話をされるからね、知りてえのそこじゃねえんだよみたいな感じで、まあくすぶってる人結構たくさんいらっしゃるのかなと思った次第でございまして、もしこれからですね、その卓録とか DAW とか、そういったものに興味があるんだけども、何から始めたらいいかわからないという方をぜひ参考にしていただけたら嬉しいなという感じで始めてみたいなと思います。今日も、本日もご一席お付き合いのほどよろしくお願いいたします。どうしようかな。まあ、そもそも DAW って何っていう話と、オーディオインターフェースって何っていう話と、コンデンサマイクって本当に必要なのかどうかっていう、まあ、その3つの話をじゃあさせていただきましょうか。はい。じゃあ、まず DAW からいきましょう。DAW から。DTM っていう単語皆様ご存知ですか ?DTM。デスクトップミュージックって言うんですけども、皆様ご存知ですか？知ってる人？はーい。まあ簡単に言うと、パソコンでポチポチと打ち込みをしたりとかして音楽を作っていこうじゃないかという概念というか、まあジャンルなわけですけども、この DTM という大きな括りの中の一つの種類として、一つの手段として、DAW っていうものがあります。デジタルオーディオワークステーションでございますね。まあデスクトップミュージックとはパソコンとかを使って音楽を作っていこうっていう概念。で、このデジタルオーディオワークステーション DAW っていうのは、まあ、歌った、録音したその音声ファイルとか、まあギターを弾いた時の音声ファイルとかを、まあごにゃごにゃとして音楽を作っていこうじゃないかっていう、まあそういうこの概念なわけなんですけども。じゃあこれなぜこの別々になっているのか。まあ最近はね、ほぼ同意義で使われるから別にその分ける必要ないんですけれども、一応まあその DTM と DAW って何が違うんですかって言われると、こういう説明がなんか必要っていう、まあそういう話でございます。で、これがね、20年、30年前とか、になってくると、パソコンがむちゃくちゃ非力なので、この音声ファイルを取り扱うのがすごく困難だった時代があったんですよ。まあ、例えばその皆様 iPhone 使っていらっしゃったら、ちょっとよかったら一緒に見てみてくださいませ。写真フォルダ開くじゃないですか。で、写真フォルダ開いて、まあ、適当に何でもいいので写真選んでみてくださいませ。例えば、この間私が近所のスーパーで、いちご大福が半額だよっていうのをお嫁ちゃんに送った時の写真があるわけなんですけども、この写真をですね、開いて、この下にこのインフォメーションの i っていうのがあるんで押してみてくださいませ。Android の方が多分似たような項目で見れると思います。そうするとこの写真のサイズ、容量が出てくると思うんですよ。このいちご大福の写真は3メガバイトだそうです。3メガバイト。3メガバイト。で、20年、30年前とかによく使われてた、そのね、フロッピーディスクって皆さんわかりますか？フロッピーディスク。こういうやつ。このラベルが書いてあって、こんな感じの。まあこれは 3.5 インチなんですけども、まあ5インチとかもあったりとかして、で、いろんなそのフォーマット規格とかもあるんですけども、まあ最終的に一番でかい容量でも、そのフロッピーディスクって1枚 1.44 メガバイトなんですよ。1枚の容量がね。だからさっきの写真のこの3メガバイトのやつを突っ込もうと思ったら、とりあえず2枚あっても足んねえんです。そのぐらい、この3メガっていう容量はもうね、膨大なんですよ。もうとてつもなく破壊的にでかいんですよ。本当もうこんな3メガバイトなんかの画像を開いたらパソコンしばらく固まっちゃうよっていうレベルで、もうとてつもない、まあ膨大なデータだったわけなんですけども、まあこういうふうに思っていただけたら、今10代、20代の方とかにもちょっと想像できるのかなと思うんですけど、どうでしょうか。まあそんなんだから、まあボーカルのデータは例えばその4分間撮りましたってなったりとかすると、まあ多分30メガとかいくと思うんですよね。ボーカルのデータ30メガ。で、当時のパソコンで30メガバイトのデータ、まあまあギリギリ扱えるかもわかんないんだけども、これがね、もう10本とか20本とかやってくると、まあ本当もう何百万とかするような、もうスーパーコンピューターを使わないととてつもじゃないけど、もう間に合わないっていう感じの。のがあったわけなんです。でも最近はね、まあ、皆様ご存知の通り、もうめちゃくちゃパソコンもね、もうすごく進化しちゃって、もうね、こんな音声データなんかもう簡単に扱えるし、もうあなたはね、4K 動画とかね、もう本当何ギガバイトっていう何十ギガ、30ギガのね、動画とかも取り扱っちゃったりとかできちゃうぐらいに、まあ、パソコンは進化しちゃってるわけなんですけども、まあ、20年、30年前とかの話になると、こういうこともあったんだよってこともちょっと覚えていただけたら嬉しいなと思います。これがまあその DTM と DAW の関係性という話ですね。で、DAW っていうのはさっきも言った通り、音声ファイルをゴニャゴニャとして音楽を作っていこうっていう、まあそういう概念のソフトなわけですけども、まあいろんなソフトが各社から出ております。多分今、シェアトップクラスなのは Cubase だと思うんですよね。で、その次に Studio One っていうのがあって、で、その次に、ロジックとかなのかな？ロジックとかプロツールとか、プロツールスとか、あとソナーとか。ソナーってもうないんでしたっけ？もう終わったかこれ、ソナーは。いつの話してんだ、私。まあこの辺が大体まあそのね、DAW ソフトの4強かと思います。他にもその FL スタジオとかね、シンガーソングライターとか、まあいろんなのもあるんですけども、まあでっかいところの視野はまあこの辺でしょうと。で、昔はね、なんかこう、なんか現場ではプロツールスが使われてるから、プロツールスが良いとかさ、なんかキューベースが歴史があるからキューベースが言うとかって、まあいろんなのがあったんですけども、ぶっちゃけ最近に関してはですね、それぞれのソフトに対するその差っていうのはあんまなくなってきてるので、まあどれ使ってもいいです。今から卓録始めたい、DAW ソフトも持ってないから、これから顔、ってなってる方にとってですね、まあいろんなソフトがたくさんっていうのはどうしたらいいのかっていうふうに迷うのかもしれないんですけども、どれでもいいです。どれでもいいです。一応僕は、いろいろその使って、Cubase 使って、現在はですね、もうずっとこのスタジオ1使ってまして、多分スタジオ1から S1 から変えること多分ないんじゃないかなと思うんですけども、一応僕は S1 使ってますが、別にどれでもいいです。ただまあ一つの目安として、Mac 使ってる方、Macintosh の方はね、ロジックいいと思います。なんでかっていうと、すごい安く買えるんですよ。で、もちろんその Mac コンピューターとの親和性とかもすごく良いですし、Mac 使ってる人はね、ロジックは結構ね、可能性というか選択肢で結構強めに持っといていいと思います。でも Windows 使ってる人は、ロジック使えないけど、どれでもいいです。そんな感じです。で、後で話をするんですけども、バンドルってものもあったりとかします。バンドルとか、無料製品とか。それぞれそのDAW ソフト使うにしても、やっぱフルパッケージのバージョンを買うと、まあやっぱ4万、5万とかね、6万とかしちゃうんですよ。高いじゃないですか。普通に考えて。高いじゃないですか。だからその無料のソフトとかでなんとかできるっていう方法もあるんですけども、まあちょっとそれは後で話をします。とりあえずDAWソフトっていうのはこんぐらいの種類があって、まあ、それぞれ差はないから好きなの使ってくれという、そんな、雑な話でございます。はい。ちなみに、スタジオ1だと、会員登録すれば誰でも使える無料バージョンが、用意されております。もちろん、そのね、フルパッケージと真ん中バージョンとかと比べると制限はすごく多いんですけれども、まあ、初めて DAW ソフトをね、導入するに関しては別に全然過不足ないと思うんで、まあ、そういうところからスタートしても全然いいと思います。はい。二つ目。オーディオインターフェース。まあこのオーディオインターフェースもまたクセもんですよね。何なのよと。よく名前を聞くけど、一体何なのよと。君は一体何の必要なのかい？本当なのかい？っていう。オーディオインターフェースはですね、まあ簡単に言うと翻訳装置だと思ってくださいませ。翻訳装置。まあギターがありますよね。バーンつってギターがあって、で、そのギターの音が、そのね、エレキギターです。サウンドホール書いちゃったけども、エレキギターです。で、シールで繋がって、ブーンといくわけなんですけども、パソコンに、直接突っ込もうと思っても、パソコンってマイクのそのボーカル、その人がこのわーっと歌ってる時のわー、なんだこれ、わーっていうこのマイクの音とか、このギターの音とかを直接突っ込むことできないんですよ。頑張ればできなくはないんだけども、まああんまり音が良くなかったりとか、ノイズがひどかったりとかして、まあ使い物にならないと、音楽に適さないと、いうことなわけでございます。なんでその楽器とか、そのマイクの音はね、パソコンにほぼ直接突っ込めないと思っていて、ほぼ差し支え、ないです。で、そこで何が必要になっていくのかというと、ベベンベベンベン、翻訳装置ということで、この間にこの翻訳装置があると、まあこのね、音をまとめて USB を介して、こっち側に音を突っ込むことができるということなわけでございます。で、いろんな翻訳装置、たくさん各メーカーから出てるんですけども、例えばこういうやつ。これ。まあこれは、私がすごく昔に使っていたスタインバーグというメーカーの UR242。という、翻訳装置でございます。まあこれ2万円ちょっとでも買えるんですけども、まあほんとピンキリでね、調べていただくと、まあ各メーカーいろんなものが出てきてね、もうどれ買えばいいんだとなるじゃないですか。一応僕がメインで使っている RME というメーカーの UCX2 っていうオーディオインターフェースになると、ね、165,000円とかなんですよ。これ2万円ちょっとで買えるけどもね、僕がメインで使ってるやつ、今値上がりして18万とかね、品切れしてるから結構メルカリとかで20万円超える価格で取引されたりとかしてるんですけどね、もう何なのよと、これは何が違うので、そんなに変わるのかということで、皆さん迷うと思うんですよ。なんで翻訳装置であることは皆さん分かっていただけたかと思います。楽器の音とかボーカルの音とかをですね、こちらにバーッと入力すると、この中でわーっといい感じで翻訳をしてくれて、USB を返してパソコンの方にいい音で、とてつもなくいい音で録音してくれると。で、パソコンの方から流れてくるギターとかドラムとか、YouTube の動画とかの音がわーっと流れてきて、翻訳装置を取ってヘッドホンとかイヤホンですごくよって聞こえるっていう。そんな感じの楽器とイヤホン、ヘッドホンとパソコンをつなぐ翻訳装置なわけでございます。これは一つ分かっていただけたかと思います。で、その二つ目に、皆様にちょっとしていただきたいのが、翻訳装置のピン切りはなぜ生まれるのかと。翻訳装置はなぜそんなにいろんな種類があり、いろんな価格帯があるのかと。二つでいいかな。まず一つ目。インプット数。なんかアグレッシブになっちゃった。インプット数。なんかすごいアグレッシブなアップになっちゃった。インプット数。これ、とてつもなく要素として大事でございます。例えば私が使ってたこの UR242 に関しては、表に1、2、2つさせるところがあって、後ろにまた3、4と、全部で4つのインプットがございます。このインプットの書き方を、コンボ。×2 個。で、TS×2 個とかって言ったりとかするんですけども、コンボっていうのはこんな感じで、ギターとかのジャックもさせるし、マイクのキャノンとかもさせるよっていうね、どっちもいけるぜっていうのがコンボってやつでございます。コンボが2つ前にあって、真ん中に大きなこの穴があったら、コンボと思っていただいて差し支えないです。で、後ろに TS っていうね、ギターとかベースとかのジャックをさせるとこが2つあると。いう感じで、トータルで4つのインプット数があるわけなんですが、このね、どんだけ楽器を同時翻訳することができるのかっていうのが、それぞれのオーディオインターフェースの機種によって違ってくるわけです。確か現行機種で UR22 かな ?UR12 かなちょっと忘れちゃったんですけども。で、機種によっては表にコンボが1個。で、TS がね、表に1個っていうことで、合計、2チャンネルしかないものもあれば、僕が使ってる、UCX2 みたくね、インプットから20までいけるんですけども、20だったりとかする時もあったりとかして、で、もちろんインプット数が大きければ多いほど、高性能であるんだけども、ここで皆様に考えていただきたいのは、何を取るのかってことなんですよ。何を取るのか。例えば皆様がエレキギターとかで演奏を録音して、特にそれ以上、例えば友達と一緒に同時にギターを弾いたりとか、アコギを弾きながら、で歌を歌ったりとかっていう感じで、2本とか3本とかを使って録音とかしなければ、ぶっちゃけこれで済むんですよ。もう楽器1本させればもう全てが OK というパターンも全然あると思います。で、楽器1本で大体 OK なんだけど、たまにはね、ギターと弾き語りとかで2本ぐらい収録したいなっていうパターンがもしありそうならば、コンボ2つぐらいあれば、安心なのかなというところです。で、大体のね、自宅で宅録をする方にとってはね、このどっちかで十分だと思います。十分。どっちかで十分。で、これのさらに発展するパターンとしては、例えばギターが2本とボーカルが2本とか、もしくはギターの弾き語りプラス鍵盤とか、ピアノとか、なってくるともうちょっとインプット数が多くなきゃダメなんですけども、そういったシチュエーションが出てきそうかどうかっていう。話です。で、もちろんインプット数は多ければ多いほどいいんですけども、お値段の方もババッと上がってくるので、そこはね、皆さんの使用用途と、予算に、合わせてうんたらかんたらっていうところでございます。はい。こんな感じでインプット数がまず一番でかい要素です。で、二つ目としては DSP 機能っていうのがあるんですけども、簡単に言うと、この、翻訳装置の中にエフェクターがいっぱい入っているって思ってくださいませ。DSP を内蔵しているものに関しては、例えばコンプレッサーとかイコライザーとかリバーブとか、あともっとね、この機種とかそうなんですけども、もっといけば、この中にギターアンプが入っていて、ギターを直接させば、その中でこのギターの音をうまい具合に加工することができて、いい音で録音できたりとかするわけなんですけども、そんな感じでこのね、DSP っていう音を加工するセクションが入ってるかどうかっていうのも結構大きなポイントでございます。でも逆に言うとね、その別に DSP 全く使わないよと、そのもう、なんだろうな、その DAW ソフトの方で全部ゴニャゴニャってするよっていう方にとっては別にこれはいらなかったりとかするんですけども、一応まあ要素として DSP があるかないか、もう結構、でっかい要素です。で、これと合わせて、覚えておきたいのが、クリアコンプライアンス、コンプライアンスじゃない、クリア CC モードって何の略でしたっけ？ちょっと忘れちゃった。CC モード、クリアコンパ、コンポ、コンポジ、コンパチブル、コンポジット、コンパチブル、クリアコンポーネント、わかんねえ。まあ CC モードっていうのがありまして、これ平たく言うと CC モードを搭載している機種に関しては iPhone とかスマートフォンとかタブレットとかに接続をしてパソコンを使わずに、このオーディオインターフェース翻訳装置を使うことができるんですよ。これ何がメリットかというと、まあ例えば TikTok とかインスタとかに高頻度で毎日ぐらいの勢いで投稿したいっていうパターンの場合って、まあ毎回そのパソコン開始さ、そのミックスしてうんたらかんたらってっていうとすごいめんどくさいじゃないですか。そうじゃなくてスマートフォン一つボンと置いて、もう動画と一緒に、もう音声の方もね、DSP とかを使っていい感じに加工して、こうね、うわーっとこう流し込めたら、もうね、動画加工しなくてもね、ちょっとこのトリム作業するだけで、ふってアップロードできるから、めちゃくちゃ便利だったりとかするわけじゃないですか。そんな機能もあったりとかするわけです。でも人によっては別にこんなのもいらないかもしれない。けどもあったら便利かもしれない。そんな感じです。で、あとまあ細かいところとしては、拡張性とかですよね。拡張性とか。あと音質。一応そのオーディオインターフェースそれぞれに対してその音質ってものもあるので、まあそのギターの音を入力しました。で、このゴニャゴニャっとしてる時に、まあ劣化してしまうのか、それともちゃんとね、この基本の音に中立のまま出力をすることができるのか。まあ、一応この辺に関しても一応オーディオインターフェースによって差は、ございます。音質に関して。で、拡張性っていうのは、そうだな。まあ、例えばですけども、これの場合だったらそのイヤホンが1箇所しかさせないんですけども、これの上の機種の UR44 になると、イヤホンが2つさせるんですよ。ってことは、なんか2人で演奏するときに、アコギ2人で演奏するときに、こっちは私は聴いて、こっちはその友達は聴いてみたいな感じで、別々の音量で、それぞれ快適な、ミックスを聴きながらこの演奏することができたりとかっていう、そういうこの拡張性みたいなのがですね、どんどんこの上がってくるっていうのが一つあります。一応まあそのランクが上がれば上がるほどね、その機能性は増えていくので、まあお値段も上がりますけども、そんなこともあったりとかするって感じですね。で、あとはそうだな、5つ目としてはバンドルの話もしましょう。バンドル。まあバンドルは、平たく言うと同梱です。例えば、この UR242 に関しては、これ買うと、Cubase の LE じゃないか。今、AI？ ちょっと忘れちゃいましたけども。まあ簡単に言うと、この、オーディオインターフェースを買うと、さっき言ってたその Cubase という、DAW ソフトのお試しバージョンが無料でついてくるんですよ。で、無料でついてくるので、それをパソコンにインストールして、このオーディオインターフェースを使って、こういうのをゴニャゴニャとすると音楽を作ることが、まあ手軽に、すぐに無料で始められますし、もちろんそのね、お手軽バージョンなので、お試しバージョンで機能に制限はあるんですけども、まあ初めてね、音を取ったりとかする分には全然必要十分な機能を備えているので、そんな感じのこのバンドルされている製品が何なのかっていうのも一つの要素なのかもしれないです。これはメーカーによってね、そのCubaseだったりとか、Pro2だったりとかするんですけれども、それで選んでみてもいいかもしれないです。しかし、Studio One ならば、会員登録すれば誰でもお手軽バージョンが使えるという、そんな感じです。はい。オーディオインターフェースに関してはそんなところでございます。で、いろんなメーカーがあってね、ちょっとこれに関してはまあおすすめできるところというか、その、もう好みがすごく色濃く反映されるので、なんか何とも言えないんですけども、とりあえず僕はこのスタインバーグというメーカーの UR シリーズ、をずーっと使っていて、今のところ全然過不足を感じたことがないので、まあ皆様にとってその UR22C とか UR12 とかになると思うんですけども、UR シリーズはまあ結構おすすめっちゃおすすめです。でも別に全然違うね、オーディオインターフェースでも全然問題ないです。個人的に UR シリーズを使うことが多かったかなぐらいです。ちょっとその辺、他のメーカーのやつあんま使ったことがないから、ちょっとおすすめはできかねますが、UR でまあ十分です。いろいろ調べて悩んでみてくださいませ。はい。では、オーディオインターフェースの話が終わりまして、最後3つ目、コンデンサーの話ですね。コンデンサーマイク。コンデンサーマイクってよく言うけどね、これ本当に買わなきゃダメなのかと。調べてみたら意外と高いぞと。2万円とか3万円とかするじゃねえかっつって。どういうことやねんと。なるわけなんですけども、これのね、もう一つのもうポイントとしてはですね、歌かアコギを取るか取らないかです。ボーカルとかね、アコースティックギターとか、エレアコじゃなくて、ラインじゃなくてマイク取りでね、マイク取りでアコースティックギターを取るっていう人はね、もうコンデンサーマイクをほぼ必須と思っていただいて、大丈夫です。でも逆に言うと、そういうのを取る必要ないかなっていう人は別に今買わなくても全然大丈夫です。ラインでギターを取りますとか、なんかベースの音を取りますっていう時にね、全然ラインで済んでしまうので、全然買わなくてもいいです。もうほんとそれだけ。一応ちょっとマイクの話もしますと、マイクっていうのはね、3種類あります。コンデンサマイクと、ダイナミックってやつですね。ダイナミックマイク。で、リボンマイク。リボンマイクに関してはちょっとマニアックなんで今回すっ飛ばします。基本的にコンデンサとダイナミック、この2つを知っていれば大丈夫。で、コンデンサマイクとダイナミックマイク、まあいろんな、ね、機種というかいろんなパターンがあるんですけれども、見た目でね、判断できないんですよ。なんかギター見たくね、あ、これアコギだなとか、これエレキギターだなみたいな感じで判断ができなくて、もう本当に機種ごとにもね、これはコンデンサマイク、これはダイナミックマイクっていうのを覚えるしかないんです。比較的、結構、なんか、持ってみるだったな。実物。ちょっと、店に行けばね、もうマイクめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、ちょっと今自宅だと全然マイクなくて、ちょっと実物がなくて大変申し訳ないですけども、なんかね、大きいものが多いです。よく YouTube でこの歌ってみたみたいなね、カバー動画見ると結構そのね、ここにこういうでっかいのあるじゃないですか。あれ大体コンデンサー。で、ダイナミックっていうのは、なんかこのボーカルとかがそのマイクとかでさ、ライブとかでこう持ってるやつあるじゃないですか。あれはまあ大体ダイナミック。けど、こういうダイナミックもあるし、こういうコンデンサもあるので、一概にこうと言えないんだけども、まあ比較的でございます。で、それぞれその何が違うのかっていうと、一番大きな差は、コンデンサマイクに関しては、ファンタム電源っていうものが必要です。ミキサーによってはプラス 48V っていうボタンがあって、それをポチっていると電源を送ることができるんですけども、このコンデンサマイクの特徴として、すごいこのね、繊細な音を取るために、この電力が必要なんですよ。電力を流して、まあ、とあるこの物体をこう浮かして、それをこのね、振動させて、わーってこの感知をするわけなんですけども、その繊細な作業をするために電力が必要なんです。なんで、コンデンサマイクをつなげたら必ずね、ファンタム電源、もしくはこのプラス 48V でポチって押さないと音が出ません。けれども、逆にこのダイナミックマイクにそのファンタムを送るのは絶対これ NG です。まあ、即壊れることはないんだけど、まあ、あんまりよく変わらぬ影響が出るということなんで、あんまりこの入れると良くないなっていうふうなことはよく言われております。そんな感じでございます。で、ダイナミックマイクの方は、特に説明はない。説明はないとか言って。そうですね。一応そのコンデンサマイクの方がその、なんだろうな、その繊細な音が拾えるんですよ。一応これはそのダイナミックマイクなんですけども、ダイナミックマイクの場合は、その、このマイク、ちょっと待って。その話をしよう。話をしよう。スピーカーの原理の話をしましょう。一回、スピーカー。スピーカーってさ、ほら、iPhone でもいいし、なんかライブ会場とかにあるスピーカーでもいいし、とりあえずまあそのスピーカーがあるとしていただいて、すいません。カメラがなんか熱を持って、あ、熱くて、俺そろそろダメそうっすっていう表示が出てたんで、ちょっと今一旦中断をしました。はい。まあそのスピーカーの話をしましょう。まあその iPhone とか、そのライブ会場のスピーカーとか何でもいいんですけれども、あれってまあこの箱になってるわけじゃないですか、箱。で、この箱に、この電気信号をこのバーっといくわけなんですよ。そうすると、このね、高音子って呼ばれるこの薄い紙が、こうね、バーバーってこう揺れるんです。で、この高音子がバーッと揺れて空気を振動させて、これをね、このバーッとすっ飛ぶ、音がすっ飛ぶことで、まあその人間の耳に、この入るわけなんですけども、あ、いい音だな、はははは、みたいな感じになるわけなんですけれども。で、このマイクっていうのはですね、これの全く逆の原理なわけでございます。わーってこう喋るじゃないですか。わーって、あー、ガガガガガーっと喋った音、この空気の振動がこの高音子っていうこの薄い紙を振動させて、この振動をしたものをその電気信号に変えてうんたら簡単っていうのはそのマイクの原理なんですけれども、こんなことがあったりとかします。で、このダイナミックマイクの特徴として、このマイクの周り、この辺に関してはすごくいい音で拾うんだけども、これ以外の場所、だからこれちょっとでも離れるともうね、すごいこの音がぼやけるというか、その有効範囲がですね、すごく狭いんです。マイクから本当にこの辺なんだろうな。本当イメージとして本当このぐらいです。まあ、10センチ、15センチくらいまでの間はすごく太くていい音で取れるんだけども、それ以外の場所まで離れてしまうと、いきなり音がぼやけるっていう、特徴があるんです。なんでこのね、射程範囲があって、その射程範囲内の音と射程範囲外の音がめちゃくちゃ音の差があるんですよ。だからなんだろうな、その使い方次第でございまして、それはメリット、デメリットあるんだけども、まあ、逆に言うとね、ここの周りの音はよく拾えるんだけども、その周りのノイズとかに関してはあんまり拾わないっていう見方もできるわけなんですが、まあ距離があるものに関してはすごく苦手っていうことなんです。で、なんか名前の通り、あんまりこのね、繊細な音は拾えないと。ダイナミックの音は拾えない。ダイナミックの音しか拾えないというのがあったりとかします。で、それに対してコンデンサマイクっていうのはね、その人間の耳卓、本当にもう遠くの音とかもですね、すごくこの繊細に均一に取れるっていうのがあるので、本当にこのアコギのこのフィンガリングのノイズのニュアンスとか、この弦が爪とこのぶつかる音とかもすっごく如実に取れるし、もうすごく繊細なところまで取れるんですよ。けど繊細すぎるがゆえに、まあデメリットとしては、まあ、例えばそのパソコンのファンの音とか、なんか冷蔵庫のモーターの音とか、ちょっとこう外で走ってるその車の音とか、まあそういったものもですね、それめちゃくちゃ如実に拾ってしまうということなんですよ。だからそれぞれコンデンサマイク、ダイナミックマイクに関してその長所もあるんだけども、その長所はそのまま短所になることもあるっていうことなわけでございます。で、基本的にそのね、自宅で撮るときにはそのダイナミックよりもコンデンサマイクの方がですね、すごくこのクリアで、なおかつその綺麗で、伸びのいい音が取れるので、コンデンサマイクで撮った方が本当はいいんです。けどライブとかになるとコンデンサマイクを使うと、まあ、スピーカーの音とかも拾ってハウリングしちゃうし、あとすごい精密機械なのでね、その壊れたりとかするかもしれないですし、ドラムの音とかもどんどん拾っちゃうしみたいな感じで、困ることがすごく多いんで、ライブの時にはダイナミックマイクを使うことが多い。けれどもレコーディングの時にはコンデンサマイクを使うことが多いっていう感じで、撮るものと環境によって、それぞれマイクを使い分けているという。感じなわけでございます。もし皆様がね、その今後そのライブとかをするようなならば、まあダイナミックマイクとかで用意してもいいと思うんですけども、卓録で自宅で、ボーカルとか、アコギとかを取る場合だったら、まあコンデンサマイクでいいのかなって感じがします。で、Amazon とか行くとさ、本当なんかね、3000円、4000円とか8000円とかの安いコンデンサマイクがあるんですけども、もうコンデンサマイク買うならね、2万円以上は出してください。2万円以上。じゃないとなんかね、すぐ、買い替えることになっちゃうし、本当ね、その辺ってこのカメラとかと一緒で、その値段に比例して、もう音質もどんどん変わってくるんですよ。なんでまあ2万円ぐらい。まあ、個人的なおすすめとして、まあ、ロードっていうメーカーがあって、なんかね、ローデって書いてロードって言うんですけども、これのメーカーとか、あとゼンハイザーとか、僕個人的にゼンハイザーの MK4 っていうコンデンサマイクすげえ気に入って使ってるんですけども、まあこの辺のメーカーを使うとまあいいのかなと、まああとオーディオテクニカとかね、AT2020 とか、あの辺とかいいのかなって感じがしますけども、その辺はまあちょっと皆様の予算とお好みに合わせて選んでみてくださいませ。はい、そんな感じでございます。なんで、まあ、コンデンサマイク必要かどうかと聞かれたならば、ボーカルとかアコギとかをマイク取りするかどうかで判断して OK ということでございました。はい、以上でございます。で、最後にちょっと一つまた余談で、この間レッスンの時に聞かれた質問として、ミキサーと、オーディオインターフェースって何が違うのよというご質問が、ちょっくらありました。皆様これ、的確に答えられますでしょうか？ミキサーとオーディオインターフェースって何が違うのよと。これのちょっくらややこしいところとしては、最近ね、これね、兼ねてるものがすごく多いんですよね。ちょっと前に紹介したヤマハの白いミキサー、AG03 とか AG06 でしたっけ？なんかあるじゃないですか。キャスティング用の。あれとかもまさにそうでございまして、もうミキサーとオーディオインターフェースがガッチャンコしましたどうぞみたいな感じの、まあ、新製品だったりとかするわけなんですけども。まあ、物によってはね、そのミキサー機能しかないものだったりとか、あとおまけ程度に、例えばその僕がお店で使っている MG10XU とかに関しては、まあ、一応ミキサーがメインなんだけども、おまけでオーディオインターフェースの機能もついてるよみたいなのもあったりとかするんだけども、まあ基本的に別物でございますよ。ちょっと順番に行きましょう。まずミキサー。なぜ必要なのか。ミキサーなぜ必要なのか。皆様がそのライブ会場に行きました。で、ライブ会場にはそのでっかいスピーカー。これめちゃめちゃでっかいスピーカーだと思ってください。めちゃめちゃでっかいスピーカーが2つあります。で、そのスピーカーそれぞれインプットが一つずつあるわけでございますよ。で、そのライブ会場に行って、じゃあ演者が、ボーカル、ギター、で、ベース。で、ドラム。あ、いや、カホンにしよう。カホン。がいたとしましょう。カホン。パパッと。で、それぞれボーカル、ギター、ベース、カホンのこのね、4人グループの音をこのスピーカーから鳴らしたいと思っても、例えば、ボーカルの人をじゃあここにつなぎます。で、ギターの人をじゃあここにつなぎます。ってなっちゃうと、このベースとカホンどうすんのって、なってしまうわけですよ。え、生音みたいな感じで。これは困った。で、それで登場するのが、まあ、ミキサーってわけのやつでございますね。ミキサー。その名前の通り、ボーカルを入れます。で、ベースを入れます。で、カホンを、入れます。で、ギターを入れます。で、この、ごにゃごにゃごにゃっと、この中で音質を調整したりとか、コンボをかけたりとか、レベルを調整したりとかして、このミックスをこっち側とこっち側にこの LR とかで流すわけですね。右側と左側に、このパンニングって言い方するんですけどもね、左右に分けたりとかして、まあ、出力をすると。そうするとね、この4つの演者さんの音が、まあ、いい具合にこのミックスされて、このスピーカーからバーッと流れて、お客さんの元に届くっていうわけでございますけども、基本的にこれがそのミキサーの役割。でございます。で、このミキサーだけのものもあれば、例えばこのスタインバーグの242に関しては、まあ、例えばこのインプット2にボーカル、で、インプット2に、カホン、で、後ろのこの3にギター、で、4に、ベースとつなげたとします。で、パソコンの方で、そのね、DSP 機能入っているので、パソコンの方でアプリを立ち上げて、それぞれの音をね、調整したりとか、コンプかけたりとかできるんですよ。で、それぞれこの音を調整した音を、このメインアウトのところから、バンと、出力をして、スピーカーから鳴らすと。だからこのね、UR242 がミキサーも兼ねて、ミキサーとしても使えるわけなんですね。ミキサーとして。で、もちろんこの UR242 はオーディオインターフェースとしても使えるので、それぞれこの音を4つ入力しました。で、スピーカーの方にアウトしました。で、なおかつ USB でパソコンの方と接続をして、パソコンの方にそれぞれ4つの音をレコーディングしながらライブの方のスピーカーにも流すっていう感じで、まあこのね、オーディオインターフェースとミキサーを完璧に兼ねるっていうことも、できるわけでございます。こういうオーディオインターフェースも結構最近すごく増えているというか、まあ、ほぼほぼそうなんだけども、そんな感じでございます。なんで、このね、オーディオと、ミキサーと、オーディオインターフェース、結構兼ねてるものも多いんだけども、一応概念としては別物だよっていうことを覚えていただけると嬉しいなというところでございます。はい。では、だいぶ長かってきたんですけども、そろそろ終わりにさせていただきましょうか。いかがだったでしょうか。まあ、これ以上にね、また、もっとこういうこと喋ってほしいとか、こういう話は聞きたかったとか、こういう質問があるんだけどみたいなことがありましたら、まあ、ぜひともお気軽にですね、コメントの方にバシバシと残していただけたら幸いでございます。またね、しばらく、DAW 初心者さんに向けて動画を続けていこうと思っておりますので、よかったらバシバシとコメント、ご意見いただけたら嬉しく思います。じゃあ、そんな感じで、今日も長くなりましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね。はは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 は。